そして渋谷の夜の音楽情報発信基地クラブでも、以前ならかからなかったような古いロックやラテンのナンバーが受けています。クラブミュージックのキーマン、ディスクジョッキー DJ は、膨大なポップミュージックの遺産から時代に合った曲を発掘する選曲家です。 DJ は今やミュージックシーンをリードする存在。コモエスタ八重樫さんもそんな人気 DJ の一人です。今日はコモエスタさんにクラブミュージックのチャートベスト3を発表してもらいます。よろしく。チャオ。こんにちは。こんにちは。コモエスタです。よろしくお願いします。第3位です。はい、ラテンソウルズのアイガチューという曲を聴いてください。渋いですか？なんか笑っちゃうような曲だと思うんですけど。そう、笑っちゃう笑っちゃう。ちょっとアニメなんかね、アニメの主題歌に使いたいよ。この曲はね、実はね、ジェームスブラウンの曲なんですよ。今はちょっとこういうインチキ臭いね。うん、インチキ臭い、うん、ブーガルーっていう、ま、あの音楽なんですけども、ラテンソウルズっていう名前自体もうほとんどインチキ臭いですよね。うん、でもそこはね、愛おしいって、うん、個人的に選ばせていただきました。うんうん、第2位です。ホセ・フェリシアーノのゴールデン・レディ。まあ、ここ数年ね、ジャズ、フュージョン、それからブラジルブームみたいなのがあって、いろんな音楽が出てきたんですけども、最近ちょっと飽きられてきたんですよね。それで、そういうのをかけてる人たち、まあ、僕もそうなんですけども、そういうテイストを持ったいろんな音楽、ホセ・フェリシアーノ自体はアメリカの、ね、歌手で、そういうとこじゃない人、ね、なんかね、バス停のね、うん、なんていうのかな、ファミリーレストランでかかってそうな、あ、多分ね、アメリカのね、うん、それ多分ね、スピーカーのせいだと思うな。失礼します。はい、わかりました。はい、なんか私すごいけなしてます。いや、大丈夫です。そんなつもりじゃないんですけど。はい、はい、それでは第1位です。はい、それではこの曲です。作られたのは84年ぐらいですかね。当てがいがあると思う。本当？うん。すごい有名な人。すっごい有名な人。誰だろう。ギャグ系ですか、もしかして。ヒントはね、吉宗にも出てますよね。そうですね。西田敏行さん。本当？どこ隠せばいいの？あ、柄本明さん。そうなんですね。なんていうのかな、ジャズソウルロックみたいな感じで、なかなかいいですよ、他の曲も。でもこれはね、ジャケットはね、いいんですよ。ジャケットがそのまま柄本さんがかかってて、でこれが袋になってないんですよね、実は。これ全部ね、中恵比寿さんの、あ、すごい、あ、すごい、結構、今ではちょっとレアアイテム。これ手に入んないですよね、買う人いないですよね、普通ね。気づかないですね、この表だけで、うん、僕ね、初め買った時はね、ワッツゴーイング入ってたら知らなかったんですよ。あ、うん、邦楽のおすすめ掘り出し物コーナーです。何か、はい、そうですね、邦楽っていうか、まあ、歌謡曲かける人ってあんまりいないんですよね。ただね、最近ちょっと増えてきたんですよ、なぜか。企画もの CD よく目にするようになります。そうですね、あれ私やってるんですけど、まあそんなことはいいんですけど、まあおすすめ、私のおすすめということで、ちょっとここから趣味の時間ということで、はい、佐藤能登。
Ducking you dance tonight. Everybody sing Ducking you dance tonight. Go!そうですね、あの実はねこれね最近アナログ版で復刻が出たんですよ。これはオリジナルですけども、これは一応1968年の作品。この人もう一個の面もかっこいいんですか。うん、かっこ悪いです、はい、じゃあ次はちょっと有名な人いきましょうね。ピンキー、結構かっこいいんですよ。これがタイトルはグッバイという曲。まあかっこいいのは今のところだけなんですけどね。なんだ私すごい一応集中してたのに。でもね、今のブレイクビーツはねなかなかいいですよ。これ多分73、4年だと思うんですけども、もうサンプリングしがいがあるというやつですけどもね。あのなんかさ、一応八重樫さんの場合って、うん、レコード屋の店員さんに聞かせてもらったりとかします。ジャケット買いしようかなって思って。いや、それは僕しないの。家帰って聞くのが楽しみだから。当たりボツもいっぱいあります。そう、当たり外れあるんだけど、うん、それはね、あのそうした方が絶対ね耳がね、うん、あの良くなってくる、うん、最近だともうジャケット見てね、うん、音分かるようになったし、うん、だから触って分かるんですよ、レコードってもLB とかね、手触りで古い新しいって分かるのね、うん、だから厚さとかで、うん、もうレコードだこができてますからねじゃあ皆さん見習いましょう、はい、以上邦楽おすすめコーナーでした。渋谷でも今かつての邦楽のナンバーや昔一世を風靡したアーティストのニューアルバムが売れています。先週渋谷チャート堂々の1位を獲得したのは夏木マリ。昔の話をしましょう。私が最初に恋をしたのはナイトクラブ。この曲を含む最新アルバムはピチカート5のリーダー小西康晴がプロデュース。ほとんどの曲で作詞作曲も手掛けています。なんていうのかな、ゲンズブールとか今映画がまた再映されたりするじゃないですか。ああいう意味でちょっとやっぱり大人っぽさ、やっとこうこの国内がちょっと成熟してきたから、ああいうなんていうのか、ヨーロッパの本こう気持ち音楽っていうのは若い渋谷あたりではきっと気持ちいいのかなとは思うんだけど、小西さんはよくおしゃべりする中ではね、あのピチカート5は自分の年齢より下の人じゃないですか、ターゲットっていうか。このアルバムはだからそれよりちょっとこうモードっぽいっていうか、やっぱりちょっとコードダジュールでピチカートが一休みみたいな、そういう感じはするなと自分では思ってるんだけど。20年以上も前のナンバー、左トンペイの Hey You Blues。 当時50万枚を売ったこの曲が再び渋谷の若者たちに受けています。当時はね、若い人っていうよりもそのヘイユーっていう言葉が流行になったからね、それでまあ買ったっていう部分もあるんだけど、それは今はもうそのヘイユーっていうことよりも音楽的に受け入れられたっていうねことに関しては今のが本物じゃないの、ヘイユー、ヘイユー、What's your name。 この曲はなんとあの大月健二や女優の広田レオナの夫吹越満がカバーを出すほどの人気です。あの八重樫さんはもともと楽器は始めてなかったんですか。もともとは古道具屋の親父だったんですよ。あ、そう、私それでそういう古いものを集めてたら、なんかそういう古い時代の音楽が好きになっちゃって、それまで全くニューウェーブだったんですよね。でまあニューヨークの頃は僕は全然こう裏方でラジオ番組とか制作してたんですけども、もう常に新しいものを聴いてて、それが急に古道具屋始めてから古い音楽に走っちゃって、そこからなんかそういう古い音楽をどんどんこう聴きためてったっていうのかな。もともと聴いてた音楽をもっと幅広く聴き始めたっていう感じなんですけど。だからピチカードのレコーディングの時もね、
で、あのスタジオに古いだから60年代の写真集とか、あとレコードはもう3000枚ぐらい持ってきてるのかな、それとあとはスタジオのテレビモニターに古い映画とかずっと流してあのレコーディングしてるんだけど、そういうとこから少しずつアイデアをもらったりとか。そっか、でもそのなんかスタジオをね、写真集とかビデオとかレコードとかでその時代の色に染めてやるっていうのは僕は今聞いてなるほどと思ったんですよ、で僕は割とオリジナリティに固執しちゃう方で、なんかあんまり影響してるものがね見えすぎると嫌だっていうこだわりが未だに捨てきれなくて、だからこうなんか別にゼロから作ることでオリジナリティを表現するんじゃなくて、これがかっこいいと思うっていう発見をすることでオリジナリティが出てくるっていうか、なんかその辺気にしないでやっちゃってる、もうかっこよければいいっていう感じがそのなんか重要なのかもしれないな。